はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきましょう。はい、今回は浅草サンダーボルト戦ということで、ただその前に控え選手によるですね、試合をやっていこうかと思います。で、エリカとユーナですね。で、公式戦にベストメンバーで挑みたいと思います。あ、ここ、早っ。さすがにいますよ、大阪。おっと？どうしたんだ？反対側に行く。無敵抜けられたね。さすが。無敵が後輩って北原が。やっぱ強いです。知ってたけど強い。知ってたけど強い。さあ、ミオ。ちょっとダメージ食らってるかな？深田が早い。とにかく早い。もう自分でもうシュート打とうっていう流れ。打たれた方が怖かったかも。おっと、サチコ、うまい！そこまでやった。お、幸子が奪ってエリカ。ファールだ。おっと、イエローカードゲットしました。さあ、みゆきと思ったさよ。続いてコーナーキックです。さつきがセンタリング。入った、同点。すごい。さつきから、幸子だった。意外とやりますね。まあ練習試合なんでね。どこまでやれるか。まだまだスタミナ十分です。うまい！みゆきナイス。エリカ、翻弄、左右に翻弄します。これは流れたかな？流れましたね。さあ、ランニング。課題を次々いただきます。おっと、ノーフィスル。カナから反対サイドの節子へ。みゆき、軽くカナへ。おっと、ミオが超えた。これはすごい。スーパープレイだ。しかし、ダルマが一気に、ダルマのごとく、取って、これ決められちゃいました。無敵に。幸子さよ、みゆき、幸子、サイド幸子でかな。おっと、ロングパスは決まらない。さすがに簡単にはいかない。さあ、みゆき、みゆきナイス。さあ、ここでもう試合終了か。
先制したのリマッセ、大阪でしたね。敵さすがの運びです。その作用がここは強烈コーナーキックを得まして、そしてコーナーキックの後幸子が同点、さつきがナイスすで、このだるま、この早いですね、無敵に軽く渡って、これが決勝点と結果的になりました。これで、練習試合終了。まあ、意外となかなか悪くはなかったかもしれませんね。課題を8ついただきました。おーっと、さつきが怪我、なんと痛い。うっそー。おーっと、しかも、練習中にリオも怪我。嘘っていう感じですね。さつきが5周、これは痛いですね。リオも2周ですね。リオもなかなかいい選手だっただけに、ちょっとこれは悔やまれます。決めてるだけにね、ちょっとこれは残念。さあこのままサンダーボルトに挑み、サンダーボルト、浅草サンダーボルトに挑みます。浅草サンダーボルトはどういうチームかと言いますと、2対2の同点でした。で、決着しました。確かこれ、直前に同点に追いつかれたチームじゃないかなと。なかなかこれ強いです。トリノのワントップですね。草薙、鶴橋、トーマス、青柳と。そして後ろの5枚、強力ですね。